こんにちは、りょうです。えー、今日はね、 えー、後輩糖株マニアが HDV に投資している7つの理由についてね、話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました。えー、学長が発信されている有益な情報にいつも助けられています。特に今は後輩当株を始めようと考えているため、投資編の動画で勉強を進めています。質問なのですが、米国株について、両学長も買っているという HDV について詳しく知りたいです。自分で判断、選択するための参考にお聞かせいただきたいです。ということでね、えー、質問をいただいたんで解説ね、結論からいきたいと思います。で、えー、この米国株についてはね、 基本的には ETF ファンドを中心に買ってますよと。 この後輩当株ポートフォリオはざっくりね、えー、こんな感じですと。米国株が50%で、日本株が40%、その他が10%と、えー、いうことになってます。まあ、小人株とほぼ一緒なんですけどね。なんですけど、僕自身もこのぐらいと、もう少し僕の場合は日本株が少ないかなと思うんですけど、ざっくりね。えー、で、これはあくまで後輩当株ポートフォリオの話ですよ。あの他の不動産であったりとか、要は紙の資産、えー、についてはこうなんだけど、後輩当株ポートフォリオについてはこんな感じなんだけど、まあ、それ以外のね、えー、ファンドというか、えー、資産ですね。 不動産とかそういったものはまた別ですよと、そういうことになってきます。で、日本株については、個別株を自分で買い集めて、オリジナルのファンドを作ってるんですけど、米国株については基本的には ETF 中心と、後輩等株ね、後輩等の ETF が、米国はいいものがあるんですよね、過去にも話したことあるんですけど、その一つがこの HDV と、だけど日本にはそういったいい後輩等株 ETF がないんで、自分でまあ買い集めて、個別株を買い集めて、オリジナルのファンドを作ると、まあ、そんな感じになってますかね。それはね僕自身 小人株も一緒ですね。 で、えー、今日はね、僕も買っているこの HDV っていうファンドを紹介したいと結構買ってる人多いと思うんですけど HDV って聞いて、えー、よくわからないってい人はねいきなり小難しそうって思うかもしれないんですけど、えー、この HDV っていうのはただの名前なんで、えー、理屈を知っていけば全然難しいものじゃないですで HDV に投資している7つの理由と HDV の買い方と、えー、これについて、えー、今日はね分かりやすく解説していければいいかなと思いますでね、えー、解説に行きたいんですけどじゃあ HDV ってそもそも何なんだってことなんですけど米国のザ 財務有料企業、ねえー、のうち配当利回りの高い約7080から銘柄でに投資してるね高配当 ETF のことですね、ファンドのことですね。 で世界有数の大企業が集まっていますと、まあ。お弁当パックというか定食みたいなもんだと思ってもらったらいいですよと。7、80種類ね、野菜の入ってる、えー、お弁当とか、まあ、定食とか、えー、ミックスフライ定食みたいに思ってもらったらね、えー、それで全然いいと思います。中身が7、80社入ってるよっていうね。で、その7、80社はアメリカの財務有料企業だよってね、そればっかり厳選した7、80銘柄、えー、おかずが入ってる、えーまあ、お弁当パックみたいなね、な野菜詰め合わせパックみたいな、そんな感じで思って てもららったいいいと思いますで、この高配当 ETF ね、HDV に投資している7つの理由を今から話したいんですけど、1つ目がね、まず配当利回りが高いんだと、おおむね3.3%から4%ぐらいの水準なんですよね、配当利回りがねで最近ね。 2019年の11月現在では3.3%前後の配当利回りと、まあ、直近だいぶ、ね、値上がりしちゃってるんで割安感は薄れてるかなと思いますねでアメリカの超有料企業の集まりである SP500 ね、えー、っていう指数があるんですけどこのうち高配当のものだけ780銘柄かき集めてるんですけどファンド全体としてこれだけの小利回りを実現してるっていうのはまあ素晴らしいかなと思いますで業績と株価がボロボロで小利回りになってる見せかけだけの罠ね高配当銘柄とは 株ととはわけが違うよ HDV はビジネス上の競争力が高くて配当継続力があってねデフォルトの確率が低い要は潰れちゃわないよっていうねそういう可能性が低いよっていう企業要するに財務が有料な企業ですねこういった企業でもう厳選されてると。 で、アメリカの超有料ね、高配当株に投資したかったら、もうこのファンド HDV1 本買ってるだけでも十分だって言えるレベルの顔ぶれですよと。で、厚生銘柄の優秀さっていうのはね、後で話するんですけど、えー、本当にね、罠銘柄ってのは結構あるんですよ。見せかけの、あ、利回り、高配当配当利回り5%、6%、7%、高いだけの会社ってのは10%とかってあるんですけど、もう本当、見せかけだけのね、えー、もう来期には無配って言って、配当なくなっちゃうとか、実はもう潰れかけてるとか、そういう見せかけ 見せかけだけの罠銘柄とは全然わけが違うとちゃんと実績も業績も出てて、えー、ちゃんとビジネスとしても成立してて今後も配当がずっと継続している可能性が高いそれなのにこのぐらいの、まあ、利回りというかね配当利回りが出てるっていう企業だから全然その利回りだけで見て他の、えー、わけのわからない高いだけの企業と比べても全然意味が違うよと、ね、そういうことですねで理由2つ目がね高いトータルリターンが期待できると、えー、HDV っていうのは高配当株ファンドなんですけど けど配当金だけじゃなくって株価の伸びっていうのも期待できるファンドなんですよね。ね配当金だけ出し続けるけどずーっと株価は値上がりしないっていう企業と違って株価の伸び自体も期待できるファンドと。 HDV が誕生した2011年以降のね、チャートは次の通りですよと。なん,なんと年齢11.32%というね、すごいですね。1年の間に11%以上増えてると。まあ、調子も良かった時期なんでね、これだけ見てもダメなんですけど、まあ、この過去のね、できて、できてから以降のね、誕生して以降のチャートはこんな感じですよと。 で約9年前に100万円投資してた場合、ざっくり250万円まで増えているっていう計算ですね。で配当金は再投資している計算ですけど、で、えー、10年弱で2.5倍になっているっていう凄まじいリターンですよね。これはまあちょっとできすぎなぐらいというところなんですけど、まあ、もっとも、ねえー、この同期間の同じ期間の SP500 のリターンとてアメリカ全体を買った場合のリターンっていうのは14%ぐらいなんで、これだけ見ると SP500 のね介護間。 のように感じるる人もいるかもいいかしれないですけどとはいえ、これは景気の良かった右肩上がりの相場でのことなんで HDV というのはちょっとディフェンシブね銘柄で構成されているとまあ、景気の影響を受けにくいということなので風向きが変わったらリターンが逆転するってことはあり得ると思っているとまあ、不景気ほどとは言わないですけど、えー、この成長しているときじゃなくってちょっと不景気の景気がちょっと悪くなってきたときの方がこのディフェンシブ銘柄っていうのは影響をねまあ、受けにくい景気の影響を受けてそこまで下がりにくいです。きっと下がる時は下ががるるは それでもねいけいけどんどんで伸びるときは伸びるっていう企業と比べてね多少はやっぱり景気の影響を受けにくいっていうところがあるんで今後景気が悪くなってきたらこの SP500 とリターンが逆転するっていう可能性もねあるよねとそういうことですね。 でこの HDV の主力銘柄っていうのは野菜の詰め合わせパックなんでその中でまあ一番メインディッシュみたいなのがいるわけですよ。えー、で、そういう銘柄は連続増配株なんですね。SP500 よりも配当金が下がりにくいと。このあたりをどう考えるのかっていうのが評価のポイントなんですね。まあ、イケイケの相場じゃなくって不景気が来た時を見据えて投資すると、ね、結構頼りになるファンドかなと。えー、まあ、そんな感じですかね。 で、理由の3つ目なんですけど、右肩上がりの分配金推移を期待できると。えー、米国株の高配当株 ETF なんで、右肩上がりの配当金が期待できるんですよね。で、この米国市場全体がそれは成長を続けてるからです。HDV の分,分配金推移っていうのはね、分配金のずっと動きなんですけど、まあこんな感じと。見てもらったら分かるみたいに、ずーっとね、基本的には右肩上がりなんですよね。2012年は1株当たり2ドルぐらいですね、大体ね、分配金だったのが、2018年は1株当たり3ドルの。 分配金になっていると。6年でおよそ1.5倍に成長しているという素晴らしい増配率ですね。一、えー、株当たり、まあ、例えばですけど、1株当たり100円出てたのが、えー、10年ほど経ったら1株当たり、ねえー、150円とか、ね、出るようになっているということですねで。こういった数字はヨーロッパとか新興国の高配当株ファンドでは出せないんですね。これ米国株な、米国ならではの数値と言っていいんじゃないかなということで、やっぱり強いですね、アメリカね。 で、HDV の構成銘柄上位13社ね、えー、ファンドの約7割を占めるんですけど、野菜詰わ汗パックの7割詰めを占めてるよっていうね、えー、そういうことですね。お弁当のメインディッシュたち。えー、ね、ここが、えー、いずれも連続増配株なんですね。これが非常に重要なんだよと。一番メインディッシュたちが頑張ってると。で、いくら詰わ汗パックであっても500社入ってようが、まあ、100社入ってようが、えー、ゴミクズばっかり入ってたら全然ダメなわけですよ。 なんだけど、ここのメインたちが非常に有料企業なんだよと、えー、そういうところですね。しかも、えー、毎年毎年ずっと増配って言ってね、えー、配当を増やし続けていってくれてる企業ってことで、図にするとね、こんな感じと、ここの連続増配年数っていうのを見てほしいんですけど、えー、34年とかね、ね56年とか、まあ、中には60年とか増配し続けてる企業、毎年毎年配当金をアップし続けていってるって、もうリーマンショックとか、もういろんなね、もう一世代というどころかみたいなね。 ええー、いろんな危機を乗り越えて、それでも連続で増配し続けていってくれてる業績、実績っていうのがあるわけですよね。で、結構中身見るとね、エクソンモービルとか、あの、AT&T とかね、ジョンソンエンドジョンソンとか、まあ、結構聞いたことあるのコカ・コーラとかね、えー、馴染みありますよね。まあそういったあの結構有名なというか、非常に馴染みのある企業が多いんですよね。まあ納得できるところはあるんじゃないかなと。ね増配年数っていうのも本当にさっき言ったように半端ない長さで、えー、こういう銘柄を買うからこそ、いつどんな時でも枕を高くして寝られるってわけです。ね。 でさっきのまあ えー、連続増配年数っていうのを聞いて、まあ長いなって、これはすごいなーって思う方もいれば、うーん、ちょっとよくわかんないっていう人もいるかもしれないんですけど、日本で最も長い連続増配年数っていうのは花王なんですよ。で、花だけしかいなくて、花王の30年なんですね。で、日本企業の場合は10年連続増配したらかなり目立つと、一方、米国株の場合は10年から20年っていう連続増配って結構ね、ゴロゴロあるんですよ。まあ、ここがやっぱりね、なんか株の重視というか、えー、パワーの違いっていうかね、やっぱすごいですよね。 で、えー、上記の連続増配年数っていうのを見てると、リーマンショック級の暴落が起きても減配せずに頑張ってくれるんじゃないかなって期待させてくれると、まあ、米国はね、えー、連続増配企業とか減配しないという企業がとっても多くて、えー、すごく安心感があると、そういうことですね。で、4つ目が、えー、分散が効いてると。 HDV 一本に投資するだけで幅広いセクターにね、えー、業種に投資することが可能だよと。ね、組み入れ上位は、えー、こんな感じでエネルギーとか通信とかヘルスケアとかね、生活必需品と。まあ、こんな感じになってるんですけど、まあ、はほどよく分散されてるとかねかね、まあ、エネルギーとか通信多少偏っちゃうのはしょうがないとかあるんですけど、まあ、こんな感じというところですね。で、HDV は比較的厚生銘柄の入れ替えが激しいんですね。えー、野菜パックの中身を結構入れ替えたりするんですよ。でも、いずれにせよ各セクターを代表するようなね、 こう超有料企業を組み入れてるんで安定感があるよと、まあ、変,なさ変な銘柄は入れないよと。で、日本からこんなに簡単にね、HDV みたいな有料ファンドが分散投資できるなんて、まあ、すごくね、いい時代だと思いますよ。これなかなかね、今までだったら簡単に買えない、昔とかだったら簡単に買えないわけで、えー、これを指先1本でね、もうネットで簡単に買えるすごくいい時代だと、ね。僕はそんな風に思いますけどね。それから、SPYD との相性がいいと。 え、学長とね、えー、小人株、SPYD っていう高配当株ファンドにも投資してるんですよね。まあ、ミックスフライ定食、まあ、野菜定食と肉定食と、別の定食があるんですけど、高配当 SPYD っていう別のパックがあるよと。 過去にも紹介したんですけどね。この SPYD っていうのは SP500 を構成する銘柄のうち、配当利回りが上位80社にランクインしてるね。えー、こういった企業80銘柄集めたファンドと。HDV とはちょっとこう違う銘柄を選んでるよと、ね。収益力とか財務の安定性とか考慮せずに配当利回りだけを基準にしてるって、まあ、ちょっと選ぶ基準がちょっとね、HDV と SPYD とで少し違うよって、そういうことですね。で、SPYD の業種別の割合は、えー、こんな感じと。 えいうことで、不動産が1位に来てて、一般消費財とかサービスが2位に来てて、HDV とはね、ちょっと全然違う構成に見えますよね。でまとめると、どういうことかっていうと、HDV の上位産業種は、エネルギー、通信、ヘルスケアってくるんですけど、SPYD の上位産業種は何かっていうと、不動産と一般消費財サービスで、交易っていった感じで、上位産業種が被ってないんですよね。つまり、どういうことかっていうと、相互保管されて非常にいい感じのバランスになるっていう、相性バッチリっていうね。だから野菜パ と野菜定食と肉定食とを組み合わせたら野菜と肉でちょうどいい感じに分散されたよねみたいなまあそんな感じですね。で えー、幅広い銘柄への分散投資を達成しつつね、えー、高い配当利回りを実現することができるってことで、この s p y d については過去の動画で詳しく解説してるんでね、高配当株マニアが s p y d に投資する7つの理由っていう動画で話してるんで、興味ある人はね、えー、見てもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、えー、理由の6個目がね、えー、経費率が激安と。なんとね、このファンドを保有するコストね、手数料っていうのは年間でたったの0.08%ですよ。 0.08%ですよ。すごいですよ。100万円買っても年間の保有コストは800円しかかからないと。1日あたり直したら2円。ほとんどタダみたいなもんですよね。 でこの資産運用の大、資産運用の大原則っていうのは、無駄な手数料は一切払わないことなんですね。えー、購入時に3%とかね、えー。その後、毎年2%の運用コストが取られるとか、銀行の窓口とかで売ってるものってこういうものが多いんですよ。だからダメって言ってるんですけど、こういうファンドもある中で、HDV の保有コストはたったの0.08%と、ね、10年後、20年後に差がついて当然ですよね。えー、文句なしの、えー、低コストファンドと、えー、いうことになりますね。で、7つ目が、ブラックロックが運用してると。 いいううののはこのブラックロッククロってて資産運運用用会社が運用してるんですねで世界の資産運用会社ベスト3は閣議の通りだよと、ヴ、え、ァ、ー、ンガードとブラックロックとステートストリートね、えー、資産運用の世界のもう超超優良ブランドと3社合わせたら運用総額が1000兆円にも上るってう,もう凄まじい世界ですね。で なんでこんだけ HDV のコストがこんだけで激安になるかっていうと HDV を運用してるブラックロックがめちゃくちゃお金持ってる運用会社だからですよ1億円運用しようが1兆円運用しようが投資の世界っていうのはあんまり手間変わんないんですよ だからお金が集まってれば集まってるほどこの経費率っていうのが下がるんですね規模の世界だからね投資はねでなんでどこの馬の骨かわからないようなあの謎のね仮想通貨取引所とか謎のロボットアドバイザーとか謎の FX 会社とかね謎のソーシャルレンディング会社とかよりも信頼とか実績が圧倒的な上記3ブランドの会社とお付き合いしたいよねと世界一もう美人イケメンでも気立てがよくてお金もかからないパートナーがいてそれがもう指先1つで誰 でも付き合えるのになんでこんなわけのわからない会社とね、えー、付き合わないといけないのかっていうね、えー、もったいないよねってそういう話ですよねまあ安心感も全然違うということでまあ人間だったらね、えー、この人はこんなところが魅力があってとか言ってね、まあ、数字じゃない魅力っていうのがあるんでしょうけど投資の世界はねお金が増えるっていうことが一番だと思うんで、えー、そこじゃないですよねってことでねで参考までに HDV の買い方なんですけど手で言うとね HDV 買い方難しいんじゃないのみたいなね 外国株って聞いただけでね、えー、買うの難しいんでしょしかもこれ、ファンドってついてるみたいな、なんか、ファンドって難しそう。もうなんか、ハゲタカとかあー、なんとかファンドとかもうね、なんかヘッジとかもうちょっとよくわかんないみたいな、もう言葉難しいっていう人とか、テレビでだけ聞いてたらなんかすごくお金をかっさらっていく人たちみたいな、なんかそんなね、イメージがあって難しいって思うかもしれないですけど、結構質問でもよくもらうんですよね。なんだけど、HDV ってのは簡単に買えるんだよって、ファンドって簡単に買えるんですよ。本当にね。えー、で、 え僕自身はね楽天証券を使ってるのでま SBI も使ってるんですけどえ楽天も使ってるんでね今日は楽天証券の画面でえ説明したいかなと思いますで購入まではもうたったの3ステップですよと楽天証券で HDV で検索するえ購入ボタンを押すいくらで何株買うか決めるとえスタバでフラペチーノを頼むより簡単ってねってねまあバフェット太郎さんって方がそんな表現されてましたけどそのぐらい本当に簡単ですよと僕スタバ行った時の方が結構本当難しいかなと思う時あるんですねあんまり行かなくて初めてこの間初めて とかかかかかかあんんんんま行行ななないでででね行った時にすすみたいな、サイズでどれがどのサイズかわからへんみたいな、しかもすごいなんかしゃれた名前いっぱいあって、どれが何かわからへん、どれが飲めるやつみたいなね、<laughs> 感じになっちゃうんですけど、それよりほんと簡単ですよと。えー、まず、えー、検索窓で HDV って打ち込みますと、まあ、予測変換でも多分 HDV 表示されるんですけど、こんな感じと、えー、ここでね、えー、h d 楽天証券入ったら上の方に検索窓ありますから、HDV って言ったら、ね、出てきます。で この HDV を押したらね、えー、画面に、HDV の画面に移動できるんで、オレンジの、えー、買いボタンを押しますと、こんな感じで出てきますね。HDV のページ飛んだら。飛んだら、えー買いペ、買いボタンがオレンジのボタンに出てくるんで、えー、買いボタンを押しますと。あとはね、えー、ページ次のページ行ったら、えー、いくらで何株買うか決めて、注文ボタンを押せばおしまいってね、お疲れ様でした、みたいな。本当ね、すごい簡単と。で 米国株の購入って言うと本当にね難しく感じる人がいると思うんですけど実際は非常に簡単ですよとでわざわざ円をドルに変えなくても円のまま買い付けることも可能なんでね円で決済するって選べば、えー、勝手にドルに変えてその場で買,えて買ってくれるんでねでキーボードで文字とか数字を打つ能力とクリックする能力と買い付けるためのお金ってこの3つがあればね買えるんで安心してくださいとこんなに簡単に超有料ファンドを買い付けられるなんて本当にねいい世の中だとそういう風に思いますねでまとめに たいんですけど HDV っていうのはねまさにキャッシュ製造機だよと。HDV に投資している7つの理由は、えー、配当利回りが高い3、4%ぐらいねで、高いトータルリターンが期待できるし、右肩上がりの分配金を期待できるし、分散が効いてるし、SPYD との相性がいいし、経費率もすごく安いし、大手のブラックロックが運用してるよと。これだけの優良企業を集めて、配当利回り3、4%っていうのはもう非常に魅力的だと。HDV はもうまさにキャッシュ製造機でね、こんな優良ファンドが2、3分で注文できてしまう。 ってていいいううううんんだからもすすすすごご世の中でででよよ恵まれてるんですよそういう意味ではねなんで23分でこんな素晴らしい世界一の美女とお付き合いできるのにわざわざ銀行の窓口に時間かけていってでわざわざねもう DV オットみたいなねぼったくりファンドを買いに行くっていう,もう毎年毎年もう殴られてお金取られ続けるみたいなそんなファンドを買いに行く意味がもうわからないっていうねもったいないよってことですね。 でちなみにね、えー、じゃあ日本でこういうファンドないのって、うん、ちょっとアメリカだったらドルだし、為替わかんないし、うん、日本でちょっと持っときたいなと。ね、日本でなんかこういう HDV とか SPYD みたいなファンドないのって聞かれるんですよで。日本にはね、この日経平均高配当株 50ETF っていうね、えー、そういう日経平均が225名柄のうち、 えー、配当利回りの高い50社に投資しているって SPYD に似たようなコンセプトのファンドがあるんですけど個人的にこれはちょっと微妙だと思っててでその理由はね詳しく動画で、えー、解説したんでね、えー、お勧めしない3つの理由ってことであるんで、えー、参考にしてほしいと思いますポイントだけ抜き出しておくとこういう理由だよと景気敏感な業種に偏りがちそれから明らかに配当狙いの長期投資に向かない銘柄が含まれてるそれから信託報酬でお金を持っていかれるってことでね、えー、この辺がポイントになってくるかなとで日本企業と米国 国企業では全体として見ると収益力とか株主還元の姿勢っていうのが全く違うんですねファンドでまるっと買う場合には現状明らかに米国企業の方が楽なんですよとはいえ競争力のある日本企業ももちろんあるのはあるんですよただまるっと買うとあまりにも変なのが混ざってしまうっていうねパックで買うとどうしても悪い野菜とか銘柄が入っちゃうからアメリカと違って日本の場合はねどうもい,いパックがないっていうねそういう感じなんですよ というわけでえ、引き続きね、日本株は個別株を中心にオリジナルファンドを作ると、えー、ちゃんとお肉を取って、野菜をね、選んでと、ちゃんといいものを、えー、選定して入れていくと。まあ、そんな感じですね。でアメリカ株は ETF を中心に投資すると、えー、お弁当パックで丸ごと定食で買っちゃっても大丈夫だよって、そういうことですねで。その他ね、世界各国の有料高配当株をピックアップするっていう方針でやっていきたいかなと思います。で、これからね、えー、高配当株投資をやる人は、日本株の場合は、一株から買える SBI ネオモバイル 証券をおすすめしますよとで米国株は楽天証券か SBI 証券これらがおすすめしますよと。で楽天証券は外国株の取り扱いっていうのがかなり豊富なんですよね。 で、えー、楽天ポイントで株を買えるようになるとか、結構メリットが多いんで、結構押してますね、まあ、SBI もすごくいいんですけどで、オーストラリアとかカナダとか中国株とかのね有料銘柄も購入可能だよと、えー、学長が楽天証券を使っている3つの理由ってことで話してますて、でえー、配当金とかね、えー、売買益にかかる税金がゼロになるっていう NISA っていう仕組みを使ったりとか、えー、楽天ポイントを上手に活用すればね、ね資産運用最大の敵であるね、税金とか手数料をある程度やっつけられると、まあ、使わない理由が見当たらない証券口座ですね。 動画の概要欄にね、講座解説のページ飛べるようにしておきます。HDV をコツコツ買い増ししてね、配当金生活を目指しましょうってことで、えー、参考動画をね、話ししたいんですけど、高配当株マニアが SPYD に投資している7つの理由っていうね、これらも、えー、今日もね、ちょっと解説しましたけど、えー、もし興味ある方は見てもらえたらいいかなと思います。それから、学長が初心者におすすめする、米国高配当株 ETF っていうのでね、話し,してるんで、これらが参考になるんじゃないかなと思います。ってことでね、以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり とととととかかかかいいいねとかねチャンネル登録ししててももらえると嬉しいですすやってますどれかね、えー、図解だけで説明したり文字で読みたいとかね、えー、それぞれのこうニーズに合わせて、えー、見てもらえたら嬉しいかなと思います。で、えー、おすすめサービス一覧の方ではね楽天証券とかね、そういったおすすめのサービスも紹介してます。で、えー、後輩投稿をやるのにあたって、えー、最低限これだけ読んどいた方がいいなとかいう書類,、えー、書,書類とか書籍ですね、本とかも、えー、学長おすすめ書籍一覧で紹介してるんでね、えー、興味ある人は見てください。 と思うんで初心者がね何、えー、でもうちょっとここ聞きたいなとかわからないなっていう人いると思うんでその辺はねリベダイユるコミュニティ無料でやってますんで、えー、最低限のルールだけ守ってもらえたらねどんどん質問してもらえたらと思います、えー、ということでね、えー、今日も何か一つでも学びになったら嬉しいです今日もありがとうございました